そして俺はバス釣りと格闘。はい、じゃあおはようございます。おはようございます。一番最初にちょっと言わないことがあるやろ。なんと言わないかご、明けましておめでとうございますやろ。バスだいぶ開けとるね。だいぶ開けとるけど、まあこの時期あんまバス、よろしくお願いします。本当本当、ちょっと今日はもう冬なんでね、うん、あの池の方でもうバイブレーション投げまく倒そうみたいな、うん、とりあえず釣ろう、うん、初バス釣ろう。そうね、うん、よし、ということで目標は一匹。サイズはもう無理よ。無理って一匹は重んないやん。サイズ問わず、うん、池やけんね、うん、ほら10センチとか20センチ釣れるやん、うん、だけんそれでトータル100センチにしよう。そうね、そうだけん、ほら1時間半で、うん、当たり前やんか。何のため人とかやん。絶対無理やろ。まあ、とりあえずやっていこう。そうね、うん、よし、じゃあ、ね、お前お前これ始まりはお前ぜ。いや、マジでこれはやっぱお前や。あ、そうや、うん、レッツゴーバフ推進。よろしくお願いします。お願いします。頭カット。そして俺はバス釣りと格闘。2023 MC マッキーすごいね。よろしくマッキーのラップすごすぎてきっと絡まったわ。ガバなんか久々投げたっていうか、バイブレーションガバ久々投げたで。ちょっと待って、合ってないのこれ。カット。俺はバースト格闘。本当に釣っていい？ちょっとワンチャンさ、なんで釣ると？これ何？いや、これはバイブレーション、まあ、釣れたら紹介するよ。あ、オッケー。あのね、もうね、釣れる方法俺知っとるっちゃん。多分ね、あそこに行った方がいい。で、ここら辺に投げて、はいはいはい、リフトアンドフォール。今日全然持ってきてないっちゃん。ではこれだけやる気がないと。いや、やる気ないって貴様とか言わんでよ。やる気がないわけではないよ。冬、新年初やぞ、今日。冬ほら、ね、こういう方が釣れるやん。バイブレーションとか、そうクランクとかメタルバイブはいいかもね。こう鉄板系のちょっとギラギラした、はいはい、これでいこうか。それで GI で釣るってまあすごいよ。 GI って何？ GI 考えてみて、なんと思う？ GI アルファベットの G に I？ G に I、 G10I、 グリードアイランド。ハンターハンターに出てくるっちゃん。グリードアイランド知らん。レイドの GI って何と思うって言ったら、なんか何やったっけ。え、グリードアイランド。ああ帰っていいよ。もうあそこに11時まで集中する前。はい。わ、なんかあのこのアパッチが来たぞ。アパッチが。まあアパッチってわかる？太陽見切る？あ、見切る。いや無理無理。あの調べちゃう。ちょっとやろ。あのカメラ越しにしか見ない。マジでやめた方がいい、見えるのは。目悪くなるらしいね。危ない危ない危ない。だって今ここになんか丸い光があるもん。目つぶって俺やろ。ここに、まばたきしたらここに2つぐらいなんかあるもん。丸いのが。ででん。メイクメイク。グラスもめちゃめちゃ動きするよ。どうも、いやらしか。いらっしゃせー、いらっしゃせー。だいたい友達やばいやつだけです、うん、あ、一番有名なパンチライン一緒やね。俺は東京生まれ、ヒップホップ育ち、ワンスのやつらだいたい友達。これ以上のパンチラインなんやん。恥ずかしいなって言うね。お前照れがあったよ。顔見たらお前すげえなんか照れくさそうな顔してる。お前が俺の言う途中で変な顔するけない。無理すん。うわっ、歴戦のアングラ。これ拾ったやつじゃん。いるならやれば。いる。あ、いい、やるやる。これは、いや、これはマジ拾ったやつじゃない。あ、それは、ね、これ拾ったやつじゃない。ほら、綺麗やろ。めっちゃ綺麗。ほら見て、これガンクラフトってしてる？あのジョイクローとかある。ほら、あるやつ。やったー。
未来ある、未来あるアングラにね。あ、これ、これちょっと軽いけどさ、あのメタルバイブとかいる、生ハゲ釣りはいいもん。本当に釣り好きなんやね。まあ、ちなみにさ、小5でこれすごい。3歳からしよっか。3歳、え、じゃあ釣り歴何年ぐらい。7年やばいね。お前の中いっちゃう。バカ、お前20、俺25年ぐらいワームね、持ってきとったら今日あげとったけど、今日ルアーしか持ってきなかったじゃんね。なんかコラボほら、あいつの、あいつの、あいつのアルファなんか買って、ガビろうぜ。ここね、これあの、あそこにおるさ、頭の色がちょっとグラデーションがすごい。お兄ちゃんおるよ。あのお兄さんのバッグっちゃけど、ちょっとこの中からなんかあげようかな。なんかあげよう、あげよう。ちなみに、どういうワームが好き。これ、これが好き。2個しかないけどいい、あげる。いるかこれ。いる。ほら、ワールドハンチ。エバーグリーン。釣りやつ。これ釣れる。エバーグリッケ。ワールドハンチって。エバーグリーン大好き。あ、次男は俺が釣り教えた。うん、叩き込んだ。じゃあ元々お父さんからそうだった。嫌そうな顔してなかった。大丈夫やった。うん、全然。本当。うん、なんかあっち投げてちょんちょんしてみーつったら。うん。マジ？あっち投げてみーちょんちょんしてみー。秋は駆け上がりとかが一番。あ、こういう感じのやつやら駆け上がりとかそんな感じで多分 ね、 あのブレークが入っとるよ、ブレークね。こういう、ここら辺におるよね。シャローこの辺におるですよね。で、こうね、シャローからディープにこげになっとるやん。で、この辺もね、こうなってるもんね。手前もシャローやもんね。ちょっと奥になったらいきなりガクンって下がったブレークがあって、こんな感じでフェードがかかっとるっちゃう。あっちの護岸沿いとか出そうやけどね、トップ引きよったら。けどまあ、朝やのね、夏やね。あっちの方で1回だけ40やったらね、今ちょっとお前に鍋やつみたいに言わせようか。30 世界の鍋やつとか分かるか。はい、ということで釣りした。ちょうど今2時間経ちました。俺ら釣りした。いや、やりました。いや、お前ほとんどま話しちゃったやん、少年とずっと。でも勉強させてもらった大の大人がね。そうそうそう、バズ釣りね、うん、もういろいろ教えてくれてありがとう。ということでね、今日は今日はもうノーバイトノーバイトノーフィッシュ。ちょっとまあバス釣りちょっと暖かくなってきてんね、ちょいちょい始めていきます。はい、次はね、目標達成できるようにね、頑張りましょう。ということで、また次回いつになるか分かりませんがまたその日まで。よろしくお願いします